この巨大なコンクリートで埋め尽くされた電子金庫をこじ開けるのはほぼ不可能。そしてとても近代的で安全な保管庫の中にあるのです。周りにはモーションセンサーが設置されており、カメラが全て記録するため感知されずに近づくことはできません。近づく勇気のある人がいたとしても、よく訓練された警備員に見つかってしまうことでしょう。この金庫室はケンタッキー州ルイビルにあり、中には何十億ドルもの価値があるものが入っています。ダイヤモンドや装飾品ではありませんよ。なんとケンタッキーフライドチキンのレシピが書いてある黄色い紙なんです。現在同社の自己資本は約1000億円。調合法のレシピができたのは1940年代で、当時は調理にどんなスパイスが必要か知っているのは KFC の幹部2人だけだったのです。現在秘密の調合法にどんなスパイスが使われているかは秘密ではないのですが、鍵は比率や温度、調理時間に関連します。本当に機密でアメリカ中の様々な州で調合されているんです。マクドナルドのフライドポテトは簡単に作れるように思えますが、同じように美味しく作れる人はいませんよね。ミシュランで星を獲得したシェフも大好きなんですよ。マクドナルドのリーダーによると、澱粉の多い赤や茶色のジャガイモを使うのだそうです。特別な貯蔵法や処理法もあり、世界中で同じ味にするため輸送法もユニークなんです。またジャガイモの味を独特にするために昔ながらの粗挽きの塩を使っています。簡単なレシピにも思えますが、再現はほぼ不可能。調理温度も秘密です。揚げる時間の長さを知っているのは従業員だけ。油も独特なんでしょうか。冷凍の温度は全て秘密です。そしてローストしてから冷凍し、熱い油に戻すんです。一つ間違うとあの味ができなくなります。マクドナルドのレシピには多くの人が知りたがっている秘密が他にもあります。一番有名なハンバーガービッグマックのソースです。サウザンアイランドの一種だという人が多いようですが、確信を持っている人はいないようです。コカ・コーラは世界中の人が好きな飲み物ですが、誰も正確なレシピを知りません。年に1、2度レシピと調合法を公開する人がいますが、正確に推測するのはほぼ不可能。コーラを開発したのは薬剤師のジョン・ペムバートンで、1886年のことでした。レシピは2500ドルで売却され、その後調合法は少し変更されたようです。19世紀の終わり以来レシピを真似ることができた人はいません。確かに成分を知っている人は多くいますが、正しい比率で作れる人はいないんです。コカ・コーラ社の上層幹部2人のみが秘密を知っていると言われていて、それが記載された紙はアトランタの特殊な銀行の金庫に保管されているそうです。まあただの都市伝説ですけどね。分かっているのは、このレシピで作る飲み物が年間約3300億円を売り上げるということです。レシピのコピーが複数作られた時、同じ飛行機や列車で輸送されることはありませんでした。飛行機1機につき1枚だけ輸送されたのです。またレシピに関する秘密を公開した場合には厳しい罰が保証されており、数年間刑務所に入ることもあるそうです。ドクターペッパーにも同じレベルの秘密があります。はっきりしたことは分かっていませんが、ドクターペッパーのレシピは2つに分かれているという噂があります。それぞれがアメリカの2つの銀行の金庫に保管されているという噂です。レシピは1885年、テキサスの薬剤師チャールズ・アンダートンが発明しました。彼はフルーツシロップと炭酸水で実験するのが好きだったんです。そして試行錯誤の結果、あの伝説の味にたどり着いたそうです。他の秘密レシピとは異なり、ドクターペッパーの味を理解するのはとても困難。23種類の味の異なった成分が入っているからです。プルーンジュースでできているという説がありますが、同社の幹部はこの製品は23の要素のリストにも含まれていないと主張しているんです。2009年、秘密の調合法がたくさん書かれたチャールズ・アンダートンの古い会計簿が見つかりましたが、経営者はそのレシピは正しくないと述べたのです。アイロンブルーを製造しているスコットランドの会社は、発売は1901年のことだったといいます。ですがそれより前の記録で同じ名前の飲み物が言及されています。イギリスのスティーブンソン&ハウエルが
1898年、同じ名前の飲み物を発売しているんです。ですが、それよりもっと前の1889年8月に、ニューヨークの化学会社が綴りの違うアイロンブルーという名前の飲み物を発売しています。開発に関する論争は今も続いていますが、この有名な飲み物のレシピを真似ることができた人はいません。スコットランドの会社は、このレシピはイギリスやニューヨークの会社とは関係ないオリジナルだと主張しています。20世紀以来、このレシピは秘密にされ、一族の新しい世代に受け継がれてきました。当初のレシピには32の成分が含まれているんです。製造法を知っているのは世界で数人だけ。クリスピークリームのドーナッツも秘密の製法で作られています。オリジナルのレシピには、ホイップした卵白、マッシュポテト、砂糖、脱脂粉乳、そして独自のドライミックスが含まれているそうです。でも肝心なのは材料ではなく調理法だってわかりますよね。正確なレシピはウィスコントンセーラム社の保管庫に隠されています。そして選ばれた従業員のみがそれにアクセスすることができるのです。ドーナッツに使う粉類を製造しているのは一つの工場だけ。面白いことに、秘密のレシピは会社の重役一家だけでなく、優秀な従業員にも知らされているんですよ。このレシピはニューオリンズのあるシェフが考えたもの。そしてクリスピークリームを創設した起業家に売却したのです。ところで、同社はかつて世界で最も高価なドーナッツを作ったことがあるんです。イギリスのナショナルドーナッツウィークに登場したほど。かかったコストは約13万円で、高価で特殊なクリーム、ラズベリー、シャンパン、マーマレード、そして文字通りたくさんの金が使われました。24金の葉っぱと23金の金粉がかかっていたんです。一番面白いのは、食べられるダイヤモンドが入っていたこと。ハインツのオリジナルのケチャップはわずか5種類の材料からできています。トマト、酢、砂糖、塩、スパイスとハーブの抽出物です。ヘンリー・ハインツが1867年に作ったもので、今までほとんどレシピは変わっていません。そして世界で9人だけがそれを知っていると考えられています。レシピの所在地は公にされていません。この秘密は一族と会社の経営トップに受け継がれています。さあ、次は世界一高価な料理に関する興味深い事実をご紹介しますね。世界一高価なハンバーガーには日本の高級な牛肉が使用されており、ホワイトトリュフで調理されます。そして10種のハーブとローストした太平洋の塩でカツレツを味付けするのです。チェダーチーズとブラックトリュフ、うずらの卵の目玉焼きを乗せます。そしてこれをホワイトトリュフオイルとクリーム、キャビアを使ったとても柔らかいパンで挟むのです。そして本物の金とダイヤモンドの爪楊枝を刺すんですよ。このハンバーガーはニューヨークで最も高級なホテルの一つに入っているレストランで提供されていますが、注文するには前払いで約2万9300円支払わなければなりません。2011年、イギリスのシェフが驚くほど高価なデザートを作りました。それは約350万円のチョコレートプリン。このプリンには高級チョコレート、金の葉っぱ、キャビア、ダイヤモンドが使用されました。見た目はファルージュの卵のようで、シャンペンのゼリーで覆われ、食べられる金で装飾されています。レストランやパーティー、お店に行ってさっと注文することはできませんよ。最低でも2週間前にオーダーする必要があるんです。超高価なデザートはもう一つあります。価格は250万円で、ニューヨークのアッパーイーストサイドにある高級レストランで注文することが可能です。約28種類の異なったココアが使われ、金粉と食べられる23金のゴールド 5g が使われています。そして金のゴブレットで出てくるんです。珍しいブラックとホワイトのダイヤモンドのついた純金のスプーンでいただくことができます。世界一高価なカップケーキの一つはゴールデンフェニックスという名前がついていて、ドバイのあるカフェで食べられます。お値段は約10万円。このカップケーキのレシピには、高価なイタリアのチョコレート、23金の食べられるゴールドが使われます。そしてオーガニックのイチゴで飾られ、金粉がかかっているんです。48時間前に予約しないといけませんが、待つ価値はありますよ。
このカップケーキは24金のスタンドで提供されます。世界一高価なピザはイタリアで食べることが可能。このピザは2人前で、生地は調理前に2日間寝かせる必要があるんです。その具には3種類のキャビア、そしてノルウェー産のロブスターと7種類のチーズが使われます。そのお値段はとってもお安い120万円。